1、羽生結弦の挑戦と革新、新たな時代の幕開け。羽生結弦は、フィギュアスケートの歴史に名を刻んだ選手として、技術と芸術性を極限まで高め、フィギュアスケートの世界に新たな時代をもたらしました。彼の最大の功績の一つが、4回転ジャンプの技術を劇的に進化させたことです。これにより、フィギュアスケートは単なる競技スポーツを超え、より高い芸術性と技術の融合を目指す新たな次元へと変貌しました。彼のキャリア初期、フィギュアスケート界では、4回転ジャンプが試みられていたものの、その成功率は低く、安定した技術として確立されていませんでした。特に、4等ループが主流であり、他の4回転ジャンプは滅多に見られませんでした。しかし、羽生結弦はその限界を打ち破り、世界初の4回転ループジャンプを成功させました。この成功は彼の技術的な精密さと高い身体能力を証明すると同時に、フィギュアスケートにおけるジャンプ技術の進化を促進しました。2、技術と芸術性の融合、羽生結弦のフィギュアスケート革命。羽生結弦のフィギュアスケートにおける最大の特徴は、技術的な卓越性と芸術性を見事に融合させた点にあります。彼はただ高難度のジャンプを成功させるだけでなく、そのジャンプに独自の美しさと表現力を加えることで、観客に深い感動を与えました。フィギュアスケートの本質は、技術と芸術の融合にありますが、羽生結弦はその融合を極限まで高めました。彼の演技は、単なる技術の披露ではなく、一つの作品として観客に届けられました。その美しいスケーティングと精密なジャンプは、まるで氷上で一つの物語が展開されているかのような錯覚を与えるほどでした。特に彼が挑戦した4回転アクセルは、フィギュアスケート界において最も難易度の高いジャンプとされ、羽生結弦の挑戦心と技術的な革新性を象徴するものでした。この挑戦は彼がただ成功を追い求めるだけでなく、フィギュアスケートという競技の限界を超え、新たな境地を切り開こうとする姿勢を示しています。3、世界への影響と評価、ESPN と国際的な認知。2024年にアメリカのスポーツ専門チャンネル ESPN が発表した21世紀のオリンピック選手トップ25で、羽生結弦が堂々の10位にランクインしたことは彼の世界的な影響力を示すものです。これは彼がフィギュアスケート界だけでなく、スポーツ全般においても非常に高い評価を受けている証です。しかし、ESPN の評価には一部誤解がありました。羽生結弦は大ジャンプでは知られていなかったという記述は彼の技術的な功績を十分に理解していないものと言えます。彼が4回転ループを成功させたこと、そしてその後の多種類の4回転ジャンプの普及に果たした役割は、フィギュアスケートの歴史において重要な転換点となりました。この誤解は、フィギュアスケートが持つ技術的な複雑さと、それを支える選手たちの努力が十分に認識されていないことを示しています。羽生結弦は、そのような誤解を払拭し、フィギュアスケートの本質を世界に知らしめる存在として、今後も語り継がれるでしょう。4、羽生結弦が切り開いた新たな時代の影響。羽生結弦が成し遂げた技術的な革新と芸術性の融合は、フィギュアスケート界において新たな標準を確立しました。彼の成功は、多くのスケーターにとっての新たな目標となり、次世代のスケーターたちに大きな影響を与えています。彼が切り開いた道は、単に技術的な進化にとどまらず、フィギュアスケートを、競技スポーツ、から、芸術表現へと昇華させる新たな流れを作り出しました。これは、フィギュアスケートを楽しむ観点を大きく変え、観客にとってもより深い感動を提供するものとなりました。羽生結弦の影響は、プロスケーターとしても続いており、彼の自由な表現力は今後も多くのファンを魅了し続けることでしょう。彼の挑戦心と革新性は、次世代のスケーターたちに受け継がれ、フィギュアスケートの未来を形作る重要な要素となるでしょう。5、未来への遺産と羽生結弦の象徴的存在。羽生結弦が残した遺産は、フィギュアスケートだけでなく、スポーツ全般においても広く認識されています。彼の挑戦心、革新性、そして美しさは、スポーツ界における新たな基準を設定し、次世代のアスリートにとってのインスピレーションとなっています。
彼が示した限界を超える挑戦と技術と芸術の融合は、フィギュアスケートの未来を照らし続ける光となり、次世代のスケーターたちがその道を歩むための指針となるでしょう。羽生結弦の成功と影響は、これからも長く語り継がれ、フィギュアスケートの歴史に不滅の名を刻むことになるでしょう。このように、羽生結弦は単なるスポーツ選手にとどまらず、フィギュアスケートという競技の枠を超えた存在として、世界中の人々に感動と影響を与え続けるのです。